こんにちは、かっけんです。新田です。山中です。今日はコソ連の4回目カッコ2っていうことで、バヤギカさんが普段使っているフォーメーションを自分が使ってオンディビをやってみました。でそれをちょっとバヤギカさんに解説してもらいながら見ていこうと思います。トップ下が3枚、トップ下3枚、 OMF3 枚。突然ね、これでやれって言われて確かにランクもやんなきゃいけないっていう難易度の高さ、この時の、はい、この中盤とツートップの距離感がね、好きなんだよね、この方面。アイストップアイストップそう、この時に、はい、この距離感ってさ、なかなかなくない？そうですね、中盤とツートップのこの距離感、これを作りたいから結構この方面使い込んで、これね、いいよ。はい、めちゃくちゃいい感じ。これでねはい、どうぞ嫌な予感がするもんな、これ最初のチャンスをいきなりこれで1点取れましたね。まあまだ終わってないですから、ね、これは1点取れたチャンスが早速5分で守備をして、この時に結構 OMF の選手下がってきてくれるから、はい、これみんな下がってます、ね、みんな下がってきてくれてるから、こういうのだけ見ると全然守備問題ないよね。そうですね、ただ攻撃の時にこう前に出てきちゃうのが早いから、あ、そのビルドアップとかでミスった時のなんかリスクは高い気がする。4-3-1とか4-4-2のフォーメーションと比べると、もうこの時に中盤の選手がもうどんどん出てくから前に、はい、だこういうミスをした時に前上がっちゃってるから下がりきれてなくてここ使われちゃうっていうのはある。だからビルドアップに結構自信のある人のフォーメーションなのかもしれない。ああ、もう結構じゃ取られたらもうかなり、もう取られたらかなりピンチになっちゃうから一気に。けどこの攻撃の時のこの5枚の距離感、あと一番上の選手もサイドハーフの時より中のポジション取ってくれる。ああ、惜しい。あ、これ入ったな。マジですか。これは入ったかもしれない。これ逆に強すぎたってことですか。これはね、強すぎたと思う。あ、うん、これ入ると思う。ちょっと遅れて出てるから、もうキーパーの手がなんだろうな、このキーパーの手の時に、はい、このなんだろう、キーパーの手のこのキーパーがさ触れる距離にボールがある時に、はいはい、まだ手が遅れて間に合ってない状態、はいはい、これだと多分枠に飛んでると入る。そうなんですね。シュートスピードに対してキーパーの手がまだ間に合ってない状態だから、これは多分ゲージがね、ゲージもちょっと強いんだけど、でも横にちょっと外れちゃってるから、横ずれはゲームのせい、縦ずれは技術。あ、そう、この時ももうちょっと遅らせると OMF3 枚しっかり戻れてるから、本当にあのビルドアップ、こっちのビルドアップミスした時はリスク高いフォーメーション。あ、こういうところ、こういうところでついてきちゃうから、3枚しっかり、この跳ね返しとかが危険、拾われると、そう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 、この形の時にセンターフォワードに当たる瞬間にもう3枚 OMF3 枚がこの位置を取ってる。あ、そうですね。そう、だこれがあの 4-3-1 にいたらもう明らかにこの違う2枚の配置が、だここで蹴って、これもしジャンで回収できてないと大ピンチ大ピンチ大ピンチだから、ここはちょっと気にしなきゃいけないかもしれない。中盤の選手の出足がいいから。おっ、おっ、ああ、ぶつかりぶつかりディフェンスこの時もいいポジション、なんかいい形ですね、広がりすぎずに。おっ、おっ、切った。これはどうすればいいですか。これどうすればいいか分かんなかったです。これはファーだったら流れちゃいそうじゃないですか。これファーなんか、あ、でもな、止めていい。ああ、多分トラップできる。トラップしてファーですか。トラップしてファーに
パーに優しくコンカとか、あ多分ね、あと1回止めるとキーパーの位置がちょっとね戻る、あ内側に。そうするとこれワントラップしてからニアの上とか、あこれ今このさ分かると思うんだけど、キーパーがポジション戻そうとしてるんだよ、はいはい、あそうです。これがワントラップ入るとこの戻ったタイミングでニアの上に打てる、あこの戻ろうとしてるタイミング、戻ろうとしてますね。そうこれでワントラップすることでキーパーが戻るからニア上つくとキーパーのこの逆を取れる中心の、うん、もあるし、止めてファーに多分優しくシュート打つだけでもなんか入りそうな、ああの本当に落ち着いてる人はなんかここで三角でロナウドにパス出したりとか落ち着いてますね、だいぶトン、トンでこのロナウドの前のスペースに出してきたりとかもいるかも。あ形いいんだよな。でこういう時の守備の操作の時になんかなるべくエムレジャンはいじらない。あそうなんですか。あ、うん、僕逆にいじると思ってました。こういうアンカーの選手を ここでボール奪われた時にジャンを操作しちゃうと、はい、このパスが通った時が結構厳しい。あ確かにそうですね。だここはジャンはとりあえず自分だったら多分ジャンは触らないでアレックス・サンドロにカーソルを当てて右のセンターフォワードの前に行こうとする。あそうすると、はい、ジャンはこの位置に残ってくれたままこの縦パスも取れるかもしれない、相手が入れてくる。あでこの縦パスジャンで食いついちゃうと4枚のディフェンスラインの前がぽっかり状態になっちゃうから、あなるべくこの状態は作られないようにしたい。だワンボランチのジャンは四角プレスとか自分で出していったらなるべくしたくない。で出す場合は他の選手でここを埋められるようにしてあげたい。解除された。これはねこれダメよ、これ本作はこれやっちゃダメダイレクロス、これ流れちゃいますよね。流れちゃうね、キーパー側に流れちゃうよね。もうそうですよね。バツかな、バツバツで横パス、はい、あのフリーの選手イグアイにで止めてニアウェカパーカーの判断。もうこのダイレの丸のクロスってもうほぼやんなくていい気がする。あ、はい、なんか癖をつけてった方がいいかもしれない。ずれちゃうよね、ずれますよね。なんか流れてっちゃうよね、すごく流れます。この走ってる方向に対して流れてっちゃうよね。どうだった前半これさやってみて、初フォーメーションだったけど、いやもう本当に攻撃はめちゃくちゃやりやすいんですけど、攻撃ね、守備が多分まだ慣れてないんで、多分どの選手を出せばいいかとかがまだ分からないの、はい、俺もいろんなフォーメーション使って初めてとかってあれどの選手で行けばいいのかなって考えながらやるぐらいだから、フォーメによって全然最初に出していく選手とか出しちゃいけないポジションの選手とか変わってくるから、そこはもう慣れていくしかない。基本ワンボランチの時はアンカーは触らない方がいいんですか。アンカーは触りたくない、できれば自分はだけど、触る場合はもう他の選手でそのアンカーのいたところを埋められる場合、あでそれもできればセンターバックは出したくないから、サイドバックの選手でアンカーのところをグッて絞りに行ったりとか、まあ、このフォーメだったら OMF やってる選手をグッて下がらせ上げたりとかで、その準備ができる間に合うなって思ったら出しちゃうかもしれない、ジャンとかでも。なるほど。ただその準備が整わないうちは四角も押さないし、ジャンにカーソル合わせることもしない、うん、こういう時もね、やっぱアンカーじゃないからエムレジャンとか、はい、出てきちゃうんだよね、ここまで。あ操作しない。あ本当ですね。そうするともうこれ今角剣サイドバック上げてる状態だから、はい、もう結構後ろが3対3の状態になっちゃってる。あ本当だ本当だ。今アレックス・サンドロが何とか戻ろうとしてるから、もうここは遅らせたい相手を、はい、我慢して我慢してって感じ。これよく守れてる。おちょっと我慢するとジャムも戻ってこれるし、中盤のオウム3枚も戻ってこれるから、お遅らせればいいですね。遅らせれば大丈夫。あともうこの位置まで帰ってきてくれてるんで OMF3 枚。あ本当ですね。もう守備がこの状態だったらね、普通のヨーヨーにの変わらないから、本当にあの奪われてすぐのカウンターの時のピンチになり具合は他のフォームよりひどいけど、一回遅らせられれば
はい、プレッシャーかけてこの状況になれるから、そう、こういうこのミスをねやっぱ一番避けたい。あ、これが失点の大体失点、多分オムフ3枚が、うん、今もほら1、2、3ってしっかり3枚あ高い取ってるから、この位置で取られちゃうと、これもなんかパスコースなさそうでしたけど、今そうでもないですか、なんかビッ、ここはもうね、どこに出せばいいですか、これは下かな、クワドラードかな、ね、この判断が難しいですね。それかプレッシャーないから持ってていいかもしれない。あ、相手が開けて、相手がこうプレスかけてきたりとか、四角プレスを押すのを待ってもよかったかもしれない。あ、相手が来るのをこの瞬間、相手の人全然このチャンに寄せてくる気がないから、はい、そうですね、そうそうそう、こういうのはなんか相手のそのカーソルとか見て何もしないのもいいかもしれない。あ、ゆっくりドリブルしてって、こうドリブル、相手の出方を見るじゃないけど、その判断も必要になりますね。で、なんだろうな、これオンラインでタッチが当たるとこのタイミングで、あ、全然取りきってないので、ここでキャンセルができるんだけど、はい、今できないから、そうですだから今はこの相手の守備の仕方結構いいのかもしれない。あ、どうせキャンセルシビアだから、確かにもうゲージが出ちゃったらパスコースに走っていこうみたいな。あ、オンラインだとそれがいい、それで間に合えるから、そう、このジャンちゃんの横が使われてセンターバックが前に出てディフェンスラインがこうバラバラになっちゃってる。あ、でこの裏に抜けていくマンジュキッチに何も操作してない AI の守備が勝手についてってラインが下がる。本当ですね、なんだろうねすごいですね、おーすごい、このまあ、キエリーニがこれマンマークとかついてるスキルで、あ、スキルでマンマークとか持ってる選手だとこうなりがちな気がする。あ、そうなんですね、うん、持ってるか分からんけどキエリーニはディフェンス能力の高い選手、ディフェンスセンスとかが高い選手だとこういう動きを勝手にしてくれちゃうせいでラインが崩れちゃう。ああ、そうなるんですね。で上の選手使われてアレックス・サンドロはまあディフェンシブとか入れてなかったから間に合わない。これ惜しかったよね、これはもう多分どうしようもないね、もう あれしかやることないと思う。もうあれ多分シュートゲージとか溜めててもシュート打てないんだよね、トラップしちゃうから。うまっ、おー、ニア、おー、ニアだね、やっぱ打てましたニアに打ったね、今俺ファーに打たないけどドキドキしたけど今この後やっぱあれだよね、さっきとは違うのは、さっきはこういう時にちょっと根幹打つトラップをしたけど、もうトラップする余裕がないから前にそのまま行ってダイレクト蹴れてる。おー、トラップする余裕ない方がいいね、かもしれないですね、学研ね、学研の中にトラップして根幹打とうと余裕がないとああやってしっかり縦に行ってそのまま打てる、うん、自分はね、こうなる、こうなった時の形の時に今意外に広がってってるでしょ、これが起こってほしくないから、はい、ツートップ使う時は幅、プレ幅制限を入れるようにしてる、ツートップ。あ、え、サイドに流れてほしくない、流れてほしくない、こう張っててほしい、この状況の時にイグアインとロナウドの距離感が近くあってほしい、ツートップの、あ、このツートップの距離感がこうなっちゃう形があんま好きじゃなくて、できるだけツートップはツートップでしっかり内に2人いてほしい、はい、で、この今イグアインが使ってるところっていうのはイグアインにラムジでパス当てた後にラムジに使ってほしい。おお、はい、これもさっきの失点シーンと同じ状況を起こしてくれてる、ロナウドが引っ張ってキエリーニがついてくれるからラインが下がってる。ああ、本当ですね、ここを使いたい、イグアインで、これよくある状況、はい、ツートップとかがどっちかがラインを下げてくれてこのトップ下で使ってるディバラが空いてたりだとか、ディフェンスラインごちゃごちゃになってもう片方のツートップドフリーとか、はい、この抜け出してるツートップじゃない方のトップとか見えてると、これイグアインのこれキックチェンジとかでもこのタイミングでイグアインの前とかに出せるとチャンスになって、だからこのラインを下げてくれてる選手っていうのは結構重要、逆ライン下げてる逆の選手を、逆の選手を見れると、本当今作キックチェンジがあるからこのタイミングでまだ間に合うんだよね。はい、間に合います。ここでキックチェンジしてイグアイに通せるともうドフリーな状態でできてるから、そうですね、
重かったのにな。これキックチェンジしてる？キックチェンジしたっけな、多分したと思います。してるよね、はい、モーションが、はい、なんか浮いちゃってしょうがないな、リクラインのだからとっさにあれキックチェンジが出るから。そうですね、あれもさっきのイグアイのところで使えてたら、あ、はい、なんかあれも、まあ、見てやるの難しいから、はい、ロナウドがああいう動きしてるときにもう片方のツートップって空いてるのかもなぐらいの感じで出せるようになるといいかもしれない、はい、もう覚えちゃう。これ上ボヌッチ、ケディーニかな、ケディーニっぽい、ケディーニがナブマンジュキッチの裏を見ようとして一人だけライン勝手に下げていってる。本当ですね、これが今作失点するパターンで多い。ディフェンスセンス高い選手が勝手にこれラインを下げていっちゃう。下げてますね。で誰も捕まえるわけでもなくこれイグアインがちょっと、イグアインじゃない、ケディーニが止まってくれればこの辺でオフサイド、オフサイド取れるのにズル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 追いつきもしないのにラインを下げるせいでロナウドに通されちゃう。こういう風にね、これ警戒しながらね、マンジュキッチンのところを、はい、マンジュキッチンのところ警戒しながら、このダイレのファーはねそんなに入らないもんね。ファーに切れていっちゃったりとか内側に甘く入ったりとかするから、いいディフェンスでした、ね、いいディフェンス完璧。今のこの丸パスね、よく見えてるよね。すごい、もう見えてました。でこの時の このピアニッチの位置とかも OMF だとここを取ってくれてる。もう4対3ですもん。でこういう時も幅制限が入ってるとイグラインがもっと内側に行ってくれる。でこの状況ちょっともったいないんだよね。確かにもったいないですね。イグライン外で引っ張ってる、イグラインをなんかうまく外から中入ってきてくれてるからいいんだけど、これ入るんじゃない、うわイグアインが遅い。これトラップしたくなっちゃうね、さすがに、ね、いや、したくなります。これはさすがにダイヤで蹴れないね。第一これ勝ってたねまあでも相手もね潔癖あったからね。まあそうです、ね、最後の方のやつとかレートがね、これ勝ってれば4連勝だったんだもんね。そうですね、はい。また1回これ900に乗ったら2人ともそこを落とさないようにしたい。あ、はい、安定させる、安定させたい。すぐ1000まで行けなくても900を割らないようにして、あ、そこ、はい、そこに居続けられるようにベースにして900台を、あんまりこうレートのムラがあるのって良くないから、あ、なるべく同じぐらいのところをキープしておきたい。線にすぐ慣れなくても、はい、そしたら自然とこう力がついてって上がっていけるから、こそこそ練習してください、これからも。はい、はい